今日は岡田さんと鳥山と一緒に新番組森岡大輔の収録に来ました。はい、どうですか意気込みは。森岡大輔を盛り上げていきましょう。党員を踏みました。森岡の森と盛り上がっていきましょう。森党員を踏みました。頭の印を踏みました。はい、幸先です、ね、幸先です。はい、別ではこの確かにそうかもしれないです。4人全員ちゃんと初めてですね、はい、まずこれ寄贈していいですか。エクストラバージンオリーブオイル。うわっ、まずまずEVOこれなんで買ったんですか。もらったんですけど、はい、あの使うことないなと思って。ああ毎日使うからありがたいです。ほら、おすげえ、何これ、すごいいいやつですよ。シンナうるさいですそんなに言わないで。シンナーみたいな。ちょっと目の前にこんな形すんな。食べ物。これすごいやつじゃん。あ、すごいやつです。本当にこれ。ようわかんないです。持ち腐れなんで。すごいやつ。ギリシャのオリーブオイル。あ、コロネイキシュなんや。いいですね。あ、知ってるか。うん、コロネイキシュっていうのは良いとされてますね。うん、この匂いとか分かるんですか、大体。分かりますよ。あ、めっちゃいい。これガブガブ飲める。コルク嗅ぐみたいな感じで、それも嗅ぐんですか。オリーブオイルって。ガブガブ飲めるやつや、これ。あんまダメですよ、オリーブオイルガブで飲んじゃう。これいいやつや。そのスープとか使ってください。はい、何人か一発通り30分でするっていう、うん、でもそういうラジオなんで徐々になんか変えていったらいいなっていうのが、はい、始まる企画とかも考えさせてもらって、うん、はい、うん、そんな風にやっていきましょう。シンプルに3人のお話を横で聞かせていただきたいなっていうところから、変に企画載せない方がいいんだろうなっていうところから、こういう感じでさせていただきました。はい、明けましておめでとうから始まるってことですか。もちろん新人がそうなんですよ、1月1日なんで。明けましておめでとうございます。さあ始まりました、森岡大輔でございます。トンツカタン森本です。そしてあ、えそして、こら最速で下りにしてんだって。隠しじゃないですね、週1です、ね、週1ね、はい、隠しだと思ってたからね。確かに、まあ、皆さんも隠しだと思ってるかもしれないですもん、ね、絶対広げるポイントじゃねえ。一週間、一週間どうなの話絶対広げるべきでもいいポイントじゃない。トンツカタン森本と
岡田光太と鳥山大輔の森岡大輔。岡田光太です。鳥山大輔です。はい、ようやく本編でございます。いやー、入りましたね。ちなみにこの番組のコンセプトなんですけども、30分ノープランで3人が一発撮りする番組という。なるほど、なるほど。30分ですね。そうです。はい、30分もノープラン、ノーカットでお送りするぐらいの勢いで、なるほどね、と思います。はい、ということで、以上、第1回森岡大輔でした。さようなら。はい、ありがとうございました。本当ですか？また今、森岡大輔の初回収録終わりました。やっぱまだちょっと笑っちゃうな。いや、我々ですけど。いや、でもいいですね、なんか、うん、このいつもと違う、そう、ね、何、達成感というか、なんかこの、うん、ちゃんとお仕事として、確かに我々この喋、ね、らせていただいたっていう、終わった時に違う人にお疲れ様でしたって言われるだけ。確かに言ったことないもん。そうそうそう、言わないじゃん、お互いだから。お前やってる人に言わない、言わないから。お前変な人に言われるね。なんかすごいよ、違和感。うん、会長お疲れ様でしたって言われるのとしてたんだみたいな。ごめんなさい、してないんですよ。あ、使って言ってるのか。してないんです。してませんでした。してないんです。してませんでした。お疲れ様なこと一つもしない。したよ。すごいプライド持ってる。してない、してない、確かに全然してない。何にもしてない。言われるだけでもね、ちょっとね、いつもとは違う、うん、感覚になる。ありがたい、締まる思い。ありがたい。うん、ちょっともう参加は。いや、本当にもうお忙しい中、めっちゃくちゃ笑わせていただいて。いや、そうか、河合くんもしてないもんな。あ、そうです。何もしてないじゃん。何も仕事してる。何も仕事してる。フリーな感じで30分みたいな文言から。笑わせるだけですよ。4人とも仕事してない。で、みんなでご飯で焼肉行く。バチ当たること前提でなるべく美味しいお肉食べましょう。どうせ当たるんだな。どうせ当たるんだ。うまいもん食いましょう。ぜひ聞いてみてください。お願いします。全く仕事してないんで。はい、聞いてください。森本、岡田、鳥山の森岡大輔。